Enjoy like a game called a crazy world. Enjoy like a game called a crazy world. I said enjoy like a game. 何でもええ、ぶっ放せ。東の試合が準決勝で勝ったんですけど、その時に眼下底を骨折してしまって、僕の代わりに水内選手が試合することになって、ここで引いて後で後悔するっていうのも、いやー、気にいっぱい出し切れたらなっていつも思ってやってます。スーパーランキングチャンピオン、いい時もあったんですけど、画面になっちゃって、でまたここから、俺はこのベルトを渡さないです。ずっと長期宣言で労働を出して、また応援をしております。一人の選手見てても、こうやっぱりこう波があって、だんだん強くなってきたなと思ったら、あと一歩で負けちゃったりとか、こう一人一人にこうやっぱ物語があるっていうか、やっぱりこの競技が好きっていうのが一番ですね。はい、あとやっぱり強い人とやっぱり戦うこの楽しさっていうかはい、ハマっちゃいますね。全然俺は良かったなと思って、今までの力が強い。はい、水内選手とやったあたりって結構まだなんかうまくいかないなって思ってる時期で、だからもう完全に僕がかませ犬的な感じだったんですけど、まあそれ結果的には負けちゃったんですけど、あ、意外と俺いけるじゃんと思ったんですよね、やってて、はい、その辺からだんだん自信もついたし、自分がだんだん強くなっていってるのは実感できるんで。絶好調、倒します。やるかやれるか、やれる前先やっちゃおう。まあもうその時よりも全然俺も強くなってるし、妻木選手だってすごい強くなってるので、また戦えるのも楽しみですね。水内選手絶対下がんないでどんどん前に出てくるし、そこで後手に回っちゃったらやられちゃうんで、お互いに意地のぶつかり合いになると思うんですよ。もう本当気持ち強い選手なんですけど、その気持ちをもう叩き下ろす。まあ、いつも通り毎試合毎試合気持ちは変わらないんで、いい試合しますので、はい、見てほしいですね。マイク握るだけ敵暴れなり、はったりとかない、俺らのスタイル、また破壊と再生を繰り返す。3本のマイクが細胞分裂、立ち位置振る舞い独自のスタンス、もう聞き飽きた。ライムフローとかどうでもいいような綺麗事、ただ並べる程度のレベルのラップとは違う次元に連れてく表現方法。